こんにちは。こんにちは。シンプル工務店のガットーです。本日は岐阜市阿久多美に立つ大きな窓のある黒ボックスの家をご紹介します。今回ご紹介させていただくお家はご夫婦とお子様2人の4人家族、建物価格が1800万円から1900万円、お引き渡しから約3年が経過したお家となっております。今回回遊動線が素敵なお家となっておりますので、後ほどご紹介させていただきます。楽しみにしています。ありがとうございます。今回こちらの敷地が約90坪の大きさがあります。また建物が延べ床面積35坪の2階建てとなっております。駐車スペースなんですが、こちら南側に4台停めれるスペースを確保させていただいております。また敷地の西側ですね、こちらにも2台ですので、合計6台駐車スペース確保させていただいております。また今回こちら南側のお庭には人工芝を施工させていただいております。また玄関に続くアプローチ部分には玄関で使用した同じタイルのデザインを施工させていただいております。そうすることで土などの汚れが広がりにくくて、綺麗な玄関周りを保つことができますので、おすすめです。南側に目隠しのフェンスってついてないんですね。はい、そうなんです。今回は南側の生活道路から少し奥まった位置にある土地の形をしておりますので、あえて南側には板塀は施工しておりません。そうなんですね。こっちの西側にもあるんですね。はい、こちら西側の奥に勝手口がありまして、ゴミをちょっと一時置きしておいたりとか、あとは外干しできるスペースを確保しておりますので、そういったものを隠すという意味でも西側にだけ板塀を施工させていただいております。でまた今回外観でこだわったポイントが2つあります。1階と2階の窓のサイズを揃えて配置をさせていただいております。2点目が軒点と窓の上場のラインをきれいに揃えて設計させていただいている点です。ここをこだわることによって線を少なくして、よりスタイリッシュなきれいな外観を作ることができます。このあたりも私たちスタッフがこだわってご提案をさせていただいております。以前の動画でもお話しさせていただいたんですが、今回のお家もこちらパッシブデザインを用いた設計をさせていただいております。このように軒を出すことによって、夏の暑い日差しはカットして室内に入れることを防ぐことができますし、冬場は逆にしっかりリビングの中まで太陽光を入れることができます。そうすることでより快適に過ごせるお家が出来上がりますので、ぜひこの設計は取り入れていただきたいなと思っております。また今回屋根の形状なんですけれども、北側にあえて流して設計をさせていただいております。今回おせすばが太陽光を乗せる予定がなかったというところと、重厚感のある外観にしたいというご要望がありましたので、今回北側に屋根を流させていただいております。だから大きく見えるんですね。はい、そうなんです。メインで使用している外壁材が IG 工業さんのガルツ板というものを採用させていただきました。色がネオブラックという色味になっております。また今回玄関周りだけ別の外壁材を使用させていただいております。こちらがケイニューさんのブルレウッドという商品になっております。メインで使用している黒の外壁材と合わせてチタンスモークという濃い木目の色を使用させていただいております。また今回おせっさまから玄関周りを明るくしたいというご要望がありましたので、今回フィックス窓と玄関ドアが一体型のデザインの玄関ドアを採用させていただきました。すごくおしゃれですね。はい、ありがとうございます。続いて玄関からご紹介させていただきます。こちら玄関の大きさが 1.5 畳あります。で今回窯地下に間接照明を施工させていただきました。またこの天井にあるダウンライトの位置なんですけれども、ホールの中心に来るように配置をさせていただいております。玄関の中心とホールの中心で分けて配置をしてしまうと、ダウンライトの線がずれて気になってしまいますので、そのあたりもこだわってご提案をさせていただいております。そこまでご提案してくれるんですね。はい、照明の配置や種類によって家の見え方がガラッと変わりますので、こだわってご提案をさせていただいております。またこちら右手がシューズクロークになっております。大きさが 1.5 畳ございます。棚はすべて可動棚になっておりますので、収納いただくものによって自由に高さを変えていただくことができます。またこちら奥の壁にはポストがついております。雨が降っている時とか天候が悪い時でも外に出ることなく郵便物取ることができますので、とても便利かなと思います。それすごく便利ですね。はい、そうですよね。ありがとうございます。また今回階段の手すりをアイアンで施工させていただいております。
通常ですと壁を立ち上げることが多いんですが、このようにアイアンにすることによって玄関からの抜け感が出てより広く見えるのでおすすめです。すごく素敵ですね。はい、ありがとうございます。続いてリビングご紹介させていただきます。こちらリビングの大きさが18畳で、こちらの畳コーナーが3畳合わせて21畳のリビング空間となっております。またこちらの吹き抜けが大きさ 4.5 畳あります。2階のホールの部分をこちらもアイアンで施工させていただくことによって、より開放感の感じられる吹き抜けになっているかなと思います。今回畳コーナーをちょっと緩やかに仕切りたいというご要望がありましたので、あえてこちらだけ約90センチの壁を出して空間を緩やかに仕切らせていただいております。こちら南側には大きな引き違いの窓を施工させていただいております。一番大きいサイズが横幅 2.5 メートルの窓が1階と2階の吹き抜けの窓の位置に付けさせていただいております。またその隣には横幅約 1.6 メーターの窓を付けさせていただいておりますので、かなり明るいリビング空間になっているかなと思います。今回床材はパインという無垢床を使用させていただいております。だから足触りがいいんですね。はい、そうなんです。この足触りの良さが無垢床のいいところかなと思います。また一番最初は明るい床材の色味になっているんですけれども、経年変化で色味が網色のように濃くなっていきますので、こういった変化を楽しむことができるのも無垢の床材のいいポイントかなと思います。すごくいいですね。はい、ありがとうございます。ただ本物の床材なので、1年から2年に1回はワックスでメンテナンスをしていただきたい床材なので、そこだけ注意をお願いいたします。今こちらの収納には、リビングで使っていただく掃除道具だったりとか取扱説明書を今お施主様の方で収納いただいております。また今回こちらダイニングの上のところにコンセントを1箇所付けさせていただいております。そこにコンセントがあるの便利ですね。はい、そうですね。ホットプレートだったりとか、あとは携帯の充電で使用いただいたりできますので、こちらに1箇所あるととても使い勝手いいところかなと思います。また今回こちらのカウンター施工させていただいたんですが、お子様のスタディーコーナー兼奥様の家事スペースとして使用いただけるような形で施工させていただいております。そのため通常のスタディーコーナーよりかは少し高めに施工させていただいておりまして、立って家事とかもしやすい位置になるように高さを調整させていただいております。また今回キッチンとこちらのカップボードは宝スタンダードさんを採用いただいております。とてもこの面材のグレーの色味がお家と合っていて、とても綺麗なキッチン周りとなっております。入り口がアーチになってて可愛いですね。はい、そうですよね。こちら綺麗に見える寸法がありますので、もしやりたいという方がいたら担当スタッフにお気軽にお申し付けいただけたらなと思います。で、こちらのパントリーなんですが、大きさが約2畳あります。たくさん収納できていいですね。はい、買い溜めをよくされるという方だったので、大きめにパントリー作らさせていただきました。またこのパントリーの中に一部土間を作らさせていただいてるんですけれども、こちらから外に出れるようにスリッパとかを置けるスペースを作らせていただいております。またこちらの勝手口からすぐゴミを一時置きとかできるようにこの位置に配置をさせていただいております。で、こちら隣の扉を開けますとウォークインクローゼットになっております。大きさが約3畳の大きさがありますので、かなりたっぷり収納いただくスペースを確保しております。またこちらの扉を開けますと、そこにつながるんですね。はい、先ほどのリビングにつながります。なのでこのキッチン周りがぐるぐる回れる回遊動線となっております。家事がしやすくて便利ですね。はい、そうですよね。続いて洗面ご紹介させていただきます。で、こちらの洗面の大きさが約3畳ございます。で、こちらの洗面台の幅が約 1.2 メートルで、その隣に収納の棚を設けさせていただいてますので、タオルとか下着類こちらに収納いただけるようになっております。と、またこのように室内干しをできるスペースを確保しておりますので、こちらで干していただいたものをすぐ隣のウォークインクローゼットにしまうことができます。またお施主様から外でも洗濯物を干したいというご要望がありましたので、パントリーの奥にある勝手口からすぐ出て洗濯物を外干しできるように設計をさせていただいております。一直線でいいですね。はい、とても便利な動線になっているかなと思います。またこちら洗面の
後ろの扉を開けさせていただくと、先ほどの玄関につながります。なので外から帰ってきた時とか、リビング通らずに洗面から入ることができますので、綺麗なリビング空間保つことができる動線となっております。ですぐ手前の扉、こちらが1階のお手洗いとなっております。なので水回りをぐっとまとめて掃除もしやすいような配置とさせていただいております。隣の扉は階段下の収納となっております。こちらに季節物の加湿器とか扇風機とか、そういったものを今収納いただいております。本当にたくさん収納スペースがありますね。はい、あらかじめお客様からどこに何をしまうかというのもお伺いさせていただきながら、お打ち合わせを進めさせていただいております。すごくいいですね。はい、ありがとうございます。こちら寝室の大きさが6畳あります。で、今回足元のところはアクセントクロスで変えさせていただいております。お子様が誕生日の時などはこちらの壁面を飾っていつも写真撮影をしているということでお伺いしております。後ろの扉開けていただくと、こちらがウォークインクローゼットになっております。こちらのウォークインクローゼットが3畳の大きさがあります。通常ですと寝室の中からウォークインクローゼットに入る動線が多いかなと思うんですが、今回はあえて廊下を挟んだ位置に配置をさせていただいております。旦那様が夜勤をされる場合もあるということでお伺いしておりましたので、離れて配置させることによって生活音とか気にしていただくことなく使用できるウォークインクローゼットのスペースとなっております。そういう意図があったんですね。はい、こちらウォークインクローゼットの隣にはこちらも2畳の難度のスペースがあります。で、またこちらが2階のお手洗いのスペースとなっております。で、こちらに子供や2部屋設けさせていただいております。すごく可愛いお部屋ですね。はい、ありがとうございます。一面だけアクセントクロスを使用していただいておりますので、こちらも可愛い雰囲気になっているかなと思います。こちらの子供部屋の大きさが 4.5 畳、あとそれとは別に1畳の収納スペースを設けさせていただいております。お隣の子供部屋も全く同じ大きさで設計をさせていただいております。いかがでしたでしょうか。大きな窓のある黒ボックスの家、今後も皆様のお家作りに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。